尾ぬ氏は、日本の氏族の一つ。家系は藤原北家の藤原宇オの流れを組み、平野正門を征伐した、陳寿不将軍、藤原秀里の末裔にあたる。秀里より二十代目にあたる尾崎氏、第十三代当主、尾崎通春の次男、通り博が、日立国久寺軍、尾野木村にあって、召喚通博を名乗った。遺説として、秀里より四代、 藤原高通りの三卵通勤を小野崎の祖とするものもある。平安期、小野崎氏宗家の小野崎道盛通里長が佐竹氏に侵入して、以来、小野崎氏は佐竹氏の不大家臣として偶されてきたが、小野崎氏が佐竹氏の重臣としての地位を確立した戦いが、佐竹の乱である。15世紀、佐竹僧侶家と有力一族である山入氏との、 間の構想が繰り返され、その戦いは100年間にもわたったが、小野崎氏はこの戦いに積極的に参加し、元の国人領主としての立場から様々な曲折を経ながらも、最終的に佐竹宗家を支持した。結果、小野崎氏は山入氏と完全に他元を分かち、永生元年の山入氏の滅亡に貢献、100年の内乱は収束した。 山入市居城の久米城には石神、小野崎氏の道重が入ったが、その子の通り安、通り室ともに子がなかったため、同族の小貫木重の子、定春が名跡を継いだ。佐竹氏の内乱以降、小野崎氏は佐竹氏一門衆にも列し、小貫氏も宿老として活躍している。佐竹氏前世紀の佐竹義重、義信時代には和田明ため、 一門筋に当たる瞳藤堂と共に、佐竹家の参加老を務めた、小貫来宮を排出する。慶長5年の関ヶ原の戦いで、主君、佐竹義信が、東軍参加を絞ったことから、戦後処理で、日立国54万5千国から、出羽国20万5千国に減放されるに伴い、来宮も主家に従い、秋田に転籍した。そのため、小貫氏は、茨城県、 秋田県に多いせいである。江戸時代には、秋田藩府大重臣として軍事方武行、官状方剣術指南役などを輩出している。秋田藩小抜家には、剣術、法術等の免許改伝書などの多くの古文書が残存している。また、日立に残った一部が、水戸徳川家に資官した。佐竹あずまやかしんあじましの系図に、佐竹あずまやかしん氏の記録がある。 ケイズ、佐竹山城家人、安島吉兵によれば同家家臣、尾貫五郎兵正道の女が、安島吉兵信正に嫁ぎ、安島林臨左衛門部安嶋信部ふ島吉兵衛信部ただ、ひとみ兵高等の養子となる、ひと蔵主、真なり、島じか力新章の子らを生むという、ありがとうございます。